入る気満々なのだけれども、替えのズボンを持って帰ってきてないため、え、私はないの、海に入ることができません。そうでしょ、機械入れてって言ったじゃん。青すぎる。機械を入れてと言われたのに、めちゃめちゃ小さいバッグできました。クータです。今は千葉市、千葉市なの、ここ千葉県、千葉県、千葉市の、まあ、千葉市らしい、千葉市らしい、千葉市らしい、チラシ寿司、チラシ寿司ね、チラシ寿司なんで千葉らしい。あれ、どこに行くんだっけ、東京湾、千葉市らしい、ここ右です。なんかね、ヨットハーバー入りました。ヨットハーバーだって、そこに行くらしい。最高だね、最高だよ。わあ、サーフィンっぽい人おる、サーファーおる、ヨットいっぱいおる、うん、入りたかったな。なんかね、いや去年はさ、去年はね、海に入るのに着替えはいっぱい持ってきたのに、まさかの海パンを持ってきてないという悲劇から始まり、今年はしっかり海パンを持ってきたにもかかわらず着替えを忘れるという悲劇。はい、到着いたしました。稲毛海浜公園です。初めて来ました。すでにいとこと、いとこファミリーが来ているようなので飾りたいと思います。かっこいい、ウィンドサーフィン、すごいね、ヨット。ウィンドサーフィンっていうのこれ、風に乗る、サーファーじゃない。
かわいい。このお菓子がね、結構手に入らないお菓子だったらしい。ボロ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 ちゃう。ハニーバターチップを、ポニボタチ、ハニーボタチ、ポニボタチ、ポニボタチ。え、これが何？ちょっと前まで、ここでも手に入らなくて、ね、ないと思ったの。うん。でも手に入るようになった。うん。バターチップって言うんですけど。じゃあ美味しくて人気だったってこと？うん。おお、やった。いいの見っけた。この間買ったやつ食べたいと思います。あと。クーター飲んだらしいんだけど、この梨ジュース。甘い。甘い？ハニーの味する？なんか、癖になるね。あの幸せバターの味あるじゃん、ポテチの、あれよりちょっと濃い味かなぐらい。じゃあ何の味なんだ。美味しい。あと引くね。いただきます。これはあと引く。本当だ。美味しい。甘いけど、しょっぱさ、甘じょっぱいみたいな。そう、幸せバターが多分、これがなくなって、あの買えなくなって出てきたんだよ。あ、そうなの。そうなんだ。へえ。日本のあれでしょ、幸せ。そう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 。うまい。まあ、Turn around, you know it was only a dream.